皆さん、今日はちょっと真剣なお話がありましてですね、こちら SOD さんにやってきました。私の聖地ですね。ちょっと真剣に考えてることがありましてですね、私 YouTube を始めて1年半、現役を引退して5年になるんですけれど、時々現役の時楽しかったなとか思ったりするんですね。今日は今の私でどれぐらいの金額ギャラですね出るのかっていうのをすごく知りたくって、もし復帰したらいくらになるか、ちょっと今日は今までお世話になってたプロデューサーさんがいらっしゃるので行ってみたいなって思います。早速行ってみます。緊張するね。じゃあ早速行きたいと思います。緊張する。なんか緊張する。お邪魔します。お邪魔しますじゃない、失礼します。よろしくお願いします。お久しぶりです。お願いします。相当お久しぶりですね。お願いします。よろしくお願いします。プロデューサーの金井さんです。金井です。はい、お願いします。当時はお世話になって、あのマナちゃんの共演、そうですね、マナちゃんの共演作とかで撮っていただいて、はい、お世話になります。今日はですね、ちょっと私お話があってきたんですけど、ちょっとYouTube やり始めて1年半なんですけど、やっぱりなんかもう一回現役に戻りたいなとか思う時とかあって、はい、なんかすごい楽しかったなって思う時とかもあって、ちょっともう一回復帰しようかなてんてんてんみたいな感じなんですけど、はい、今の私がもし復帰したらどんな感じですか？契約の金額とか。そうですね、契約金額とか、はい、どんな感じで取っていただけるか、はい、むしろ万倍じゃいけないよ君はっていう感じなのか、はい、むしろ SOD では取れませんっていう感じなのか、はい、どんな感じなのかなと思って、ちょっとその辺を聞きたいなと思って。はい、そうです、そうですね。まあ今ね、やっぱこんだけの知名度があるんで、やっぱりぜひ取るならもううちでしか出てほしくない。嬉しい。でやっぱ出てほしいなっていうのは、ね、嬉しい。でちょっと金額的なものやっぱできる内容によってて、やっぱ上原井ちゃんがあんだけ人気あったのが、こんなルックスなのにこんなハードな内容やってますっていう部分が特にすごかったと思うんですよ、はいはい、もう本当に一時代を築いた女優さんだったので。いや、ありがとう。でやっぱ結構ね、一般の方に復帰してからとは、まあ、そういうちょっともうそういうのは卒業しましたみたいな内容、はいなのか、はい、逆にもうあの頃と変わらず、はい、もうこんなんでもやります的な感じなのか。でも全然今も、はい、ちょっと NG は相変わらずなくやってるので、はい、まあ、できると思います。撮影的に、まあ、例えば、まあ、具体的にじゃあそのあと、とか、はいはい、三大 NG と言われてる、まあ、三大 NG ですね、はい、ああいう、まあ、三大 NG はさすがにそうですね、そこまで、はい、そう、一つだけちょっと、まあ、はい、解禁してなかったのはあるんですけど、全然やったことあるやつなら全然、まあ、言う時には変わらず変わらずできると思います、はい、そうですね、そこまでできてやってもらえる企画がこっちから出した企画で、基本的には NG なしでいきます的な感じなら、もう作品も売れると思うし、おー、で一番はでもあれですね、その撮影作品の売り上げだけの見込みではなくて、はい、やっぱ今女優さんとかでも、まあ、知ってる人だったらみんな知ってるような女優さんでも、うん、やっぱ一般の人とかにしてみたら、うん、いや聞いたことないっていう人も多い中、あ、まあ、この YouTube も60万人いて、まあ、そこの、ね、部分はすごい強いと思うんで、そこも含めるとそうですね、金額的には連携12本、おー、プラス、まあ、VR 撮影とかも含めて、まあ、普通の DVD だけだと VR もちょっと2、3回ぐらいは撮影させてもらって、合計おーぐらいなら全然出てほしいなっていうのは、それちょっと考えるかも。やっぱ現役の時私、まあ、企画団体だったんで、一番働いてた時は結構、まあ、合計すれば専属の人よりは稼いでたかなって思うんですけれど、やっぱり今の金額を聞いたらちょっと揺らぎますね。専属だなと思う。だって1本でいいんだよ、月に1回の撮影で。めっちゃそれは揺らぎますね、ちょっと。そうなんだ。これ具体的な数字がちょっと出せないので、表すと、まあでも、そんなさ、都心じゃなかったら家買えますよね、普通に。そうですね、都心じゃなければ家買えるんだ。ね、買えますよね。
結構一戸建て行けるんじゃないか説。都心じゃなければ、なければ。あと今一旦は1年で話していたんですけど、はい、もちろんその売り上げの数字だけじゃなくても広告広告ってことを考えて、はい、作品自体は制作費もうこっちに大きくプラスにならなくても定義できるレベルだったらこの先また延長はしていきたいなっていう。嬉しい、聞きました。嬉しいです。レジェンドですからね。いや嬉しいです。でも私 VR を出たことがないんですよ。一回も出ないでやめてしまったので、やっぱ VR は一回出たいなって思ってたので、それは嬉しいです。今だったらなんかどんな感じの作品撮りますか？ VR ですか？VR でも DVD でも。あ、でもやっぱ一番は本当に VR に出てほしいですね。あ、本当ですか？そうですね、VR 作品っていうのが一本もないんで、基本的には全部主観も自分がその体験して、もう AV の作品ってその女の子が例えば生かされてるところとかやられてるところを見るのが多いとは思うんですけど、 VR は全部自分目線になって自分がその女優さんと一緒にもうやる体験をするっていう、はい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 、なので今まで出たことがない子っていうのはもうすごい強くて、それでちょっと値段が跳ね上がったりしませんか？一本目に倒しなきゃちょっと楽だし。でも一旦もう AV 本気で復帰しなくても VR だけもう水着とかでいいから出てほしいぐらい。え、本当ですか？あ、じゃあ例えばなんか水着のイメージだったら一本いくらぐらいで出れますか？お金かからないもの、その絡み自体も絡みしてる風ぐらいでいいので、はいはい、あ、でも他出ないでそれでうちで1本だけ出てくれって言うんだったら、あ、もうじゃあもう前も後も全部もうそんな1本だけっていう、もう1本限定みたいな。いや、それなんだろう、制作とかリアルに考えちゃうと、でも最後出すけど言われたらもっと出してもいいかもしれない。え、本当ですか？いや、でもそのコンテンツはかなり強い。上原愛ちゃんとそのイチャイチャできるっていう、本当その VR ってイチャイチャものがすごい流行ってるんですけど、寝すぎでいいんですか？まあ、下着とか、あ、いいんですか？まあ、指は出さないぐらいでも、え、本当？そんぐらいだ、うん、なんか全然いい気がするな。え、マジでリアルにやろうかな。いや、ほんとそれ、本格復帰する前にちょっとそれだけ先に言ってたら、ぜひうちで撮らせてもらいたいですね。本当ですか？はい、嬉しい。嬉しい。いや、嬉しいです。ちょっとそれ本気で前向きに検討してもらえたら。嬉しい。 VR 本当に一回出てみたかったんで、ちょっと嬉しいですね。でも絶対合ってると思うんですよ。え、本当ですか？え、嬉しいです。痴漢物って作品で結構撮ってきたと思うんですけど、そうですね、痴漢物得意でした。痴漢物得意でした、うん、もうめちゃめちゃ得意でした。あ、でも VR 間違いないですね。嬉しい。むしろそういう話を聞かれた時もこっちから今度出てほしいって言いたくなっちゃうぐらい。あ、本当ですか？え、嬉しいです。ありがとうございます、はい、いや、結構そうですね、心揺らぐ金額ですね。なんかあと何がこの好きだったかって、やっぱ現場の雰囲気、はい、もうなんかやっぱなんだろうな、神のように扱ってくれるじゃないですか。もう神のように扱ってくれるんですよ。もうだからみんな長くいっちゃうんだなって思うんだけど、このさ、女優さん長くやってる子ってやっぱ楽しいし、あとはやっぱみんなでこうさ、なんか一つのなんか目標に向かって1日だけだけどすごいその作品に対して思いを込めてみんなでなんかやってるのがね、すごい好きで、だからちょっとたまに戻りたいなって思う時めっちゃあって、はい、え、嬉しいです。でもなんか今ちょっと心が揺らいだ。じゃあ今日なんかこう面接っていうあれなので、普段の面接だったらどんなこと聞いてます？はい、例えば女優さんが面接に来て、はいはい、そうですね、まあ面接基本的にはその子のエピソードっていうか、やっぱそこで物語する面白い子は V にしても何かしら、そこはもちろんリアルな部分だから出せない部分もあったとしても、うん、やっぱそこを積み重ねていく人が面白い作品になるっていうのがあるんで、まあ一番基本的なことはやっぱり、まあ、エロ行為、自分の経験とどの辺の内容までできるかっていうところなんですけど、まあ、でもやっぱ一番聞いて面白いのは本当その子の過去じゃないですけど、こういう性経験をしてきて今こういう性癖になってきましたみたいな、やっぱ嘘をついちゃうとやっぱ売れない。あ、その子の本当の姿を出したい、はい、そうですね、デビュー作なんかは本当にその子のこういうのがあってこう、うん、こういう女の子に育ちましたって、その子がこういうエッチをするっていうので、はい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 、実際リアルに作品にそこまで反映しなくてもやっぱりそこのところをよく聞きますね。
確かに面接シートがあるんですけど、面接シートにも書いてありますよね、性歴みたいな。そうですね、やっぱ初体験がいつだったか、ね、その時の別れしだったか、そうそう、誰だったかとか、内容とかね、どんな感じなのかとか、自分の中で一番過激なプレーは何だったとか、そういうようなの。懐かしい、はい、ありますよね。ああ、そんな感じで、あとはできるできないとかね。そうですね、はい。あとはもうその身分証とかね。あ、そうですね、ちゃんとして そこはもう一番しっかりしないといけないので、ちゃんとして、はい、はい。普段通常の普通の女優さんだったら、はい、じゃあ例えば SOD 専属の子だったら、まあ全然違うと思うけど、人によって平均どれぐらいなんですか？今だったら、まあでもやっぱ昔と違ってどんどん金額は下がって、やっぱやりたいって女の子が増えてきてる。そうですよね、今めちゃめちゃ多いですもんね、はい、ただ専属は本当に幅が大きくて、うんうん、おー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 、1本あたりおー、めちゃくちゃ高い子だとやっぱりそのおー超一流、元芸能人みたいな、ね、まあ、元芸能人でも1本目だけすごい金額高かったりとか、うん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 、しますね。へえー、いや夢がありますよやっぱりね。でランクでいうとそのまあ企画とか、うん、そういう契約に縛られず何本、まあそれはでも経験はしたと思うんですけど、はい、今だと大体1回のセックスにあたり、おー高い子で、おー1日指で2回セックス、朝から夜まで完全交差をかかって、はいはいはい、おーでも子はやっぱ人気ある子、なかなかスケジュール取れない、はい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 、そんな相場ですかね。相場なんですね、はい、言うと怒られるんで P ばっかり。そんな相場でやらせてもらってるみたいで、それ総ギャラってことですよね。そうですね、1本あたり、僕らが事務所さんに払う、払う、はい、ですってですって。私はどれぐらいもらってたかというと、もうちょっともらってました。そうなんですね。そうですね、それぐらい今の平均っていうか、そうですよ、ね、相場で話すと、なんか可愛い子が多すぎて、そうです、ね、可愛いだけじゃもうダメですもんね、はい、そうですね、すごいなりたい職業ランキングに入るんじゃないですか、そろそろって私は思ってますけど、どうですか。いやでも入ってほしいですね。いや、入りそうじゃないですか。そうですね、今本当に人気な子が多いですからね。そうですよね。ありがとうございます、はい、なんかいろいろ聞けたのでね、多分見てる皆さんも知らないと思うので、どんな感じの面接だとか、どれぐらいの相場でやってるのかとかも知らないと思うので、絶対貴重な、はい、お話になったかなって思います。ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。考えます。ぜひ前向きに検討していただければ、はい、前向きに検討します。はい、はい、ありがとうございました。